お願いしますね。これは来ましたね。そうですね。はいなんでもうあの後でちゃんと話しますけど、シオ君はあのブンデスの後半戦はもうトップでもうずっと出続けるということになりますので。ブンデス一部のだってね。トップチームだもんね。そうですよ。ベルギーもヘズオランなもんヘズ。すごいよね。高校サッカーから行って2年目？そう。3年目？いやまだね、マさイ1年経ってないです。2月に行ったのでこの間の。そうか。 すごいねあ、そうか、丸一では立ってないってことだそうなんですあんりゃんまー頑張りましたはいそして、まあ日本人って書いてあるけどどうかけてみ日本人ではない方がいますはい。ちょっとまあ海外でもいろんな話が上がってきたのもあるのでまた今日も10人見ていただこうと思っておりますわかりました、どういうことなんだろうはい、というわけで見る赤マやってもらチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますお願いしますまあじゃあ行きましょうこちらでございます今日の10人はい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 。あのなんか半

なるど、ああれだね、ブレば一緒ってことだ。そうですねなんで、一応時系列を確認しますけど、約1年前、彼はまだ高校サッカー選手権に出場しておりました。そうで、すよねでそこからのいろんな準備期間を経て、2月ぐらいに行ったんですよね。2月にもともとアンダー19チームに行く、あれだったんですがあまりにも点取るので、速攻で1個上のチームに上がりました、そういうことか。はははいいい でシーズンが終わってで今シーズンのスタートはトップでのまあ練習参加もありながらその1個下のチームでやってたんですけど実は序盤全然点決めれてなかったんですよ。ああ、そうなんだ。でちょっと今苦しんでますって言ってたんですけど苦しんでますっていうその取材があった後で、こう日本でもいろんな記事上がったんですけど記事が上がり始めてから得点量産しで 結局あのついこの間、練習試合とかいくつかあったんですけど、対外、はい、の,の他のチームとの試合があって、はいはい、そこでも速攻出たら速攻で結果出すっていうのが何回か続いたのもあり、うもういいでしょうってので、上がりました。<い><と>気は熟したと、これだからね、ねボルシアにしたってすごく安く買えたってことでしょ、トップチームレベルのね。こういうことですねいでこの,先のね。 そうですねいいでもともとこの、はい、いわゆる同じポジションにあの日本、うん ス谷麻緒選手を取るんじゃないかっても言われててだからその取るか取らないかみたいな話してるときに、うん、あの福田君がバカバカ点取り出して、うん、だからそれで多分ス谷説がなくなったんだろうなっていうのはちょっとあるんですよげだったら福田あげるでよくないって多分なったうんですかあともう一人同じアタッカーの,のドイツ人の子なのかながいるんですけど他一、はい、人 NEC 内名編あの小川聖輝選手佐野皓大選手のチームに。はい 移籍することが決まっちゃっていわゆる枠が空いたってのもあってじゃあもう仕様でしょうって感じにな,ったとなるほどよかったですね。これだからもう最初のチャンスを掴んでねもう定着、うんえー、もしくは出してほしいですね、うん。そうですね。使用期間をね無駄にしないでいただきたいですね。失礼なこと言いましたけ、ね、どもうねもう定着。そうですね。はい ただ、あ嬉しいことばっかりではありません、ボルシア・ドイツ代表、ノイハウス、アタッカーの選手ですけど、中盤もできる選手です、中盤もやってる選手ですけど、彼がラツィオに行くんじゃないかって話が今、出てまして、いわゆるボルシア・メーン・グラッドバッハのオフェンスのキーマンなので、が抜けちゃうか、新潟の伊藤亮太郎がしんと取りに行くみたいな、そんな感じですね、ざっくり、そういう感じの選手です。いいいいなははは で抜けるってなるんですけど、まずそうなってくると、いわゆる中盤の選手なんですよ、ノイハウスは。ははははいいいい要は、なななるるほほどどポんですあちょっと鎌田大地、押し出される可能性もちょっと出てきたぞと。で、その鎌田大地選手の獲得にちょっと熱心なんじゃないかとされてんのか、さなないのそうなのよ。 なんか夏、うん、この間のフランクフルトから移籍した時の夏ですよね。と、はい、か、1年くらい前も、もともと鎌田選手にこう接触してたんじゃないかって言われてるチームで、だからもう、欲しい欲しいってずっと言ってる状態だから、もしかしたら、こんなに出られてないとかって状況続くと、い、ね、った半年間だけでもってことはありえるかも。そのあとまた五大リーグのどっかにみたいなイメージもあるのかな。 そうですね。ねだから一回夏よから半年レンタルってのはありえそうな気はします。なるほど。まあ、あとだから、まあ、正直、他のチーム含めた上でのいろんな獲得状況次第ってことにはなってくるでしょうけど、ね。ええ、まあ、果たしてどうなるかというところでございます。なんかね、僕はハマってほしいですけどね。そうですね。う でそんな鎌田選手と同じように、今回、アジアカップのメンバーから離れた選手といえば古橋京吾選手。はいはい、そんな古橋選手に新たに生まれた遺跡の話が、レアルソシエいやこれ初めてですね。これ,これそうなんですよ、おいですね。えーはあ、ただこれ、元から見るカでも話してたように、はい、まあレアルソシエイだけのねやっぱ話し役見るカでもしますけど、もともと夏までいたたセルロード選手がビジュアルレアルに行き、はいうん そもそもダビド・シルバーも引退しちゃったってところから、はいで、あと、この冬だったら、アリチョー選手があのニースに行ってしまったってところがあり、開幕段階から CL 望むって分かってたのに、フォワード足りない状態でスタートした。にもかかわらず、もう一人フォワードも移籍しちゃったもんだから、うん、一応、ウニオン・ベルリンから、あの快速のフォワード、ベッカー選手っていうのは取ったんですけど、うん、まだ足りてないっていうところで。うん 古橋京吾という名前が上がってきたよと。これもまたちょっと面白いですけどね。そうですね。あとね、俺はね、めっちゃ合うと思ってなんなら今のセルティックにいるよりも合うと思います、ソシエダのそうが。なんか、いわゆる、なんかこう、ケがすげえ頑張ってるじゃないですか、ソシエダって。だけど、やっぱみんな口そえて言ってるけど、もうちょいボール引き出せるフォワード欲しいんだよね、みたいな。で 古橋選手とかあと日本代表だと上田綺世選手とかって、うん、あのディフェンスラインとか駆け引きしながらボール呼び込む系のフォワードじゃないですか。はははいはいはい、はい、あっとるかなと思っちゃって。<laughs> <laughs> あ、そうですか。でもその段階からもしかして竹ちょっとキオグにオファーかけてたりしないみたいな。タがもうオファーできるレベル。いや、そうもう王様ですからね。あそう。でもそれタがもうなんかレアルとか行っちゃうんじゃないの？まあその話もあるんだけどね。うん。かちょっと分かんないんだけど。うん。ま、とりあえずそういう話になってるよ。なるほど。なるほど。はいはいはい。え、そして左の一番下でございます。はカリムベンゼマ。あ、戻ってくるヨーロッパに。 <laughs> ちょっと本当さ、まず、あ、は俺はもうね、勝つです、はい、今、サウジアラビアに。はい、2>, 2つの意味で。はい、まず1つ目の意味は、このベンゼマさんのところですけど、はい、まあ何があったか分かんないんだけど、この間、ベンゼマ練習に現れなかったんだって、へーイテハドの。はい、で、だから、多分それ多分、起こりうるすれば、何かしらのそこだと思うんで、だから移籍交渉、実はもうベンゼマ始めてるとかってありそうな話かなと思っていて。はい でベンゼマとあとフィルミーノとあと何人かの,そのもうあのサウジ行っちゃったフォワードにプレミアのクラブいくつかがオファーかけてるって話なので、うん、まあレンタルでとりあえず戻ってくるんでしょうね大城、うん、の舞台ね戻るならね、うん、結構早めに戻った方が勝ちは落ちないでしょうね。そうでしょうね。もう移動するなら今じゃねえかって思い方、ね、な,るなるほど。あとちょっとクラブシーン関係ないんですけど、うんはい、まさみなさんこれご存知ですかねすか、あのー。サウジアラビアの代表さんの方で、はい。 あのー、アジアカップ初戦、オマーニャとりあえず勝ったんですけど、3人離脱しまして、あら、どうして内噴。えぇ、ー、そうなのなしかも開幕戦をやる前に、おなんでって、要は3人があの、うん、俺出さねえんだったら帰りますみたいな。へ<ー>えぇ、ー、えってああれだな、ヨーロッパからいっぱいお金持ちが来て、かっこいい人が来て、ね、生活習慣とか遊び方とか真似してるうちに憧れちゃって。ね <laughs> へえー、なんか一番いいうな感じするのにねいつもね。なんだかね<ー>だから、うん、あのほらやっぱ23人から26人になって、うん、やっぱそういうね交代幅とかも広がったりしたからいろいろ駆け引きが生まれてるって言われてるけど、うん、3人いない状況だから23人になっちゃったのでどうすんだろうねって話ですね。50とかかってでできないもんなんですか これからもしかするとかできるんだったらすると思いますけど、でもだからもしかしたらね、やっぱ開幕前から長らくキャンプやってって形なので、今から呼んでもってのはあるのかもしれないし、ちょっとね、マンチーニさんですよね、今ね、代表監督。ああ、そうなんですか。うん、どうすんのかなと思いますけど。ただいろいろありますね。ええ、ちょっと難しいなと思いました。そして今度右上いきましょう。今度は、ベルギー、ヘントのフォワード、オルバン選手でございます。 ナイジェリアの若きアタッカーの選手ではあるんですけど、この名前覚えてる人もいるんじゃないかなと思っていて、去年、最後の方まで上田綺世選手とベルギーリーグの得点王を争ったうちの一人だったんですよ。3位だったかな、オルバン選手が最終的に。で、オルバンがリオンに行くって話になっていて、まだベルギーでやってるのね、そうですね、ただもう、多分この動画出るころでは、もしかしたら変とですね。 この動画出る頃にはもう移籍完了してるかもしれないですけどでも分かりやすいのがアタッカーが抜けるそのアタッカーが抜けるって分かってるから横田大輔を取ったんだなというところですねすこれ改めてですけどあの川崎の株部組織出身でね、うん、あの宮代大成選手とかとまあ同期のユース時代だった横田選手ですけどうん、うん、彼も実はあ,のあれだ、えー、とさっきの福田君とかちょっと似てるような形で。うん 高校、彼はね、高校3年生、横田くんは。はい、高校3年生時点で単身投資して、<う>ドイツの5部とかから始まったんですよね、スタートが。はい,はいはいはい。5部だか4部から始まって、何チームかやって、ラトビアのチーム行って、そこのラトビアのチームから移籍金480万円で、 えー、グルニク・ザブジェってポーランドに行ったんですよね。でそこから今回ヘントですから、うんうん、人生かけて勝ったね勝負に勝ったねこれはね。えー、とこか渡辺剛志シュミト・ダニエルのところまで追いついたわけですからね<ー>若くして。そううだよね、うんそう あだこういう経歴でやってきた人ってやっぱりメンタル強かったりするので代表もちょっと見えてくるところじゃないかなと思いますし2列目どこでもできるような方なのと PK うまい選手でもあるのでこういう国際大会向きじゃないかなと思いますからもう1個ランク上がる移籍とかあったら確実に日本代表クラスじゃないかなと思っております。はいうん、そしてて続いいい今度ははレギュロン選手でございます、はい ちょっとここだけあの唯一日本人とかうんぬ、まあアウツやとかあんまり関係ないところなんですけど、はい、あの今年はもう早々にあのポステコ・グルー監督からまあ違うのかなみたいな落に押されちゃったのか、うん、もう夏の段階でマンチサイ・ユナイテッドへのレンタルだったんですけど、はい、1>, 1年連続 とかな,ーかなーって思ってたらなんか半年でレンタル契約打ち切られちゃって一回取ったら戻ってきちゃってなんか出そうな感じとかどうなんだろうなって状況だと思ったらやっぱりまたレンタルってことで今度ブレントフォードに行くってことでなんかちょっとなんか,かわいそうじゃないけどなんかすごい複雑ですねそんな感じになってるよってことで一応それだけ伝えておこうってのに入れてみましたで同じ左サイドバックってことでまた申請やっていくんだって話をしておきたい。 えボカからブライトンです、うん、ええー、左サイドバック、うん、バルコうんうん、うんうん、が多いなこの話はええ19歳なんですけど、はい、アンダー20どころかアンダー23の方のアルゼンチン代表として入ってる選手になりましてだからもしかしたら三笘君と左のね組む可能性はある選手かな、うん 一応、ただブライトンとしては左サイドバックでもありながらその三笘、ク材の時に、ね、左ウイングで使うってことも考えるみたいとかってことは聞いて,てたんですけどただ、まだ若いでいったもん、ね、その例えばベルギーとか含めて武者修行とかはあるんじゃないかなと思いますがただ、なんかアルゼンチン代表の選手とかをよく、ねやっぱりまあ、取るブライト若く選手が結構ある選手なのチームなので今後もなんかいいタレントはブライトンに揃ってくるんじゃないかなと思いますからまずは楽しみにしておきましょう。 はい、<ー>でもって続いて、はい古は賀い、はい、えー、JFA アカデミー福島 &A 代表、なでしこジャパンですね、フェイエノルと一起が決まりまして、いやすごいおめでとうございます。おめでとうございます。この11月でしたか、あのブラジル遠征にねあの高校生からお2人、2> うんうん、谷川選手と古賀選手の2人が選ばれたなんてことありましたけど、その前のアジア競技大会にもね選ばれたかなと思いますけど、2人はだから、あれですね、えー、ウィリーグ。 では出ないね、えー。なるほどね、女子もそういう流れなんですな。そうですね。だもちょっと今後もこういうのは続いていきそうですけどね。うんう,んうん、うん、あとまあ身長だとかそのいわゆるデュエル力みたいなところも強い二人ですから。はい。 まあちょっとやっぱヨーロッパの方に逆に合うってところもあるのかもしれないですけど、まあこれから10年間ぐらいはまたその日本代表ナデシコを支えていくようなえ選手たちになると思うので注目していきましょう。なるほど。はい。そして今日の最後でございます。なんでやねんえーモウリーにをえーやめました。ローマらしいですね。うん。まあ一応はそのヨーロッパの舞台ではローマって結果残してるんですけど。 ださっきの,あの鎌田選手のラツィオもちょっと近いんですが、うん、ヨーロッパの中ではいいんですけど、はい、イタリアの中では結果残せてない厳しいなそれだとだめなんだみたいですね、うん、そで,すねでそれで一応後任はそれこそねあの元ローマというか、うんえー、デロッシさんが務めていくということになるんだしんですけどあのデロッシュで、まあ、それはそう多分今これを聞いてらっしゃる大半の日本人の皆さんはそこよりも多分注目している部分があるんじゃないかと思っていて おおいおいうちに購入するソルバッケンはどうなるんだいっていう話ですね。ああ、そっか、保有権ローマか。そうなんですよはい、はいで。ソルバッケンって、まあさ、もともとなんですけど、モウリーニョが引き始めたローマとヨーロッパの舞台で、あのボデグリムト時代に戦って、6点取ったんですよ、ボデグリムトがローマ相手に。その時にソルバッケンも大活躍があったんで、ローマがその取ったわけですよあ。あの子いいいじゃないと でただ多分ローマの中でフィットしなかったのか何なのかって話なんですけど、えー、要はオンリーとローマでの話なんですねソルバッキンがフィットしなかったのはただからデロシさんがやっぱ戻してえなとかっていう風になったら夏に、うんえー、レンタル終わ,終わらせて、まあ、浦和からローマに戻させるってこともあるかもしれないし、まあ、ちょっと日本への影響もじゃあこの答えはないわけじゃないよってことがあるわけだ。 逆に出ロシさんがそのモウリーナさんと全く同じ路線で行くっていうことになるんであれば多分ソルバッケン選手はローマ必要としないので、うん、な,なんなら浦和夏の段階で完全移籍ってこともありえるんじゃないかと思われます。うんねまあ、ソルバッケンのプレー見てないんだけどね。見てないけどもこんなこと起こっちゃったんでね。<laughs> なるほどということでございましたのは、まあ、とにもかくにも福田仕様を楽しみにしようと、うんいや。そううでですすねね楽ししみにしようってことです、ねうん そうですね。ありがとうございますね。えー、ということで、はい、井上までございました。え、どうも、のみさとでした、えー。チャンネル登録、高評価、無駄な点、よろしくお願いします。ビルワカー、毎ちゃってます。また先生、教えて頂戴で。もちろんです,す。それじゃあねー。ソルバッケン、ソルバッケン。